リンクトゥーライフ、命をつなぐ思い。皆さんこんにちは。広島経済大学にあるラジオブースより FM ハムスターの番組リンクトゥーライフ、命をつなぐ思いのお時間でございます。本日パーソナリティを詰めさせていただくのは、広島経済大学経済学部メディアビジネス学科1年岡野光平と、同じく広島経済大学経済学部メディアビジネス学科1年柴田明でお送りいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、もう11月の下旬に入りました。そうですね、今年もあと1ヶ月とちょっと。そうですね、早いもんですね。早いもんですね。もう前回も言いましたけど早いもんです。本当一日一日が大事になってくるよね。そうですね、早いものですねって言ってからまたそこから経つ時間も早いですね。早いね、本当にね、このリンクトゥーライフ、命をつなぐ思い、ね、回を重ねるごとにミキサーの腕が上がり、僕らの喋りも、まあ、上手くなってるのか分かりませんが、まあ、上手くなってると信じましょう。信じましょうかね、はい。まあ、こんな感じで今日も30分間お送りしていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、本日のテーマなんですけれども、まあ、前回に引き続いていじめとはということで。そうですね、前回から資料を用意してるんですけども、まあ、前回はその文部科学省がどう思ってるかっていうね、まあ、そのいじめというものが一体何なのかという、うん、ここに前回の資料もあるんですけども、まあね、前回はいじめについてっていうことで、ね、あの認識であったりとか、まあ、いじめについてどう定義してるかとか、まあ、いろいろやったわけですけども、ちょっとね、硬い部分もありつつ、僕としてはどうなのかなって。まあ ね、難しい問題では、うん、すごい難しい問題ではあるんだけども、これが本当に正しいのかっていうと、なんかこう疑問符が出てくるよね。本当にこうやっぱり、ね、あんまり不用意なことは言えないですけども、まあそうですね、ね、本当実際にこうね、今生きてるというかね、こう生活している学生が考えるいじめの定義とかと、まあ、文部科学省の大人の人たちが考えるそのいじめのについての定義っていうのはちょっと結構違うなっていう。そうですね、なんか僕が思ってたいじめの定義っていうのとなんかこう違うなみたいな。これでも実際の問題として、そのやっぱり学生はどう思ってるのかっていうのを考えると、やっぱ全然違ってくるのかなと思いますけどね。まあ、ね、こんな感じで、まあ、今日もこう30分間の中で、まあ、いじめについてということで、はい、まあ、今回は、まあ、前回はその文部科学省の方からあの資料を引っ張ってきて、それについて僕たちがちょっとね、どう思ってるのかっていうのを考えたので、今回は広島県におけるそのいじめの現状、そうですね、はい、ちょっとね、いじめはどのぐらい起きてるのかとか、まあね、その相談件数であったりとかはね、お話しできればなと思います。というわけでね、まあ、また後でこのね、トークになった時に喋りたいと思いますので、まずはね、まあ、はい、まあ、いじめについてばっかりじゃなくてもいいです。本当に命についてね、皆さんからのお便りを本当に募集してますので、はい、宛先の方を読ませていただきます。この番組リンクトゥーライフでは皆さんからのお便りをお待ちしております。はがきお手紙の場合は郵便番号 731-0192 広島市安佐南区祇園5丁目 37-1 広島経済大学 FM ハムスターまで。ファックスの場合はファックス番号 082-8-7-1-1-6-2-0 までお願いいたします。 E メールの場合は fm.hamster@live.jp まで。アルファベットはすべて小文字で fm.hamster@live.jp までお願いいたします。お便りには必ずリンクトゥーライフと書きの上、まあね、長ったらしいと思えばその LTL でもよろしいので、はい、お書きの上お送りください。お願いいたします。皆さんからのお便りをお待ちしております。というわけでね、
本日も30分間よろしくお願いいたします、はい、というわけでまずね曲の方に参りましょう。トゥースマイルでとっておきのありがとう。リンクトゥーライフ、命をつなぐ思い。リンクトゥーライフ、命をつなぐ思い。岡野光平です。柴田明です。香川優太です。川添智葉です。大学生が自分の思いを考えを主張し議論する、この番組を聞いているリスナーさんと一緒に命について考える、今問題になっている社会問題に立ち向かっていく。この番組ではそんな命を考えるためのきっかけとなり明日を生きていくメッセージを音楽とともにお送りしていく30分です。ぜひ聞いてください。リンク、リンク、リンク、リンクトゥーライフ、命をつなぐ思い。今からいじめについて、ね、広島県におけるいじめの現状をね、はい、ちょっとお話をしていくんですけども、こちらはですね、資料の方ですね、平成23年度児童生徒の問題行動と生活、生徒ごめんなさい、問題行動と生徒指導上の諸問題に関する調査、文部科学省が、行った、まあ、広島県の公立学校の状況についてです、はい、というわけでね、まあ、まずは一番にそのいじめについての認知件数があるんですけども、そうですね、グラフがここに棒グラフがありまして、まあ、平成12年度から、まあ、新しいの23年度となってるんですけども、これを見るとなんかその12年度から下がってきて、うん、17年度で18年度のところでまた一気に上がる、そうですね、で上に注意書きがあって17年度までは発生件数、うん、ということで発生件数と認知件数だとやっぱこれだけの差が出るのかなと、うん、まあ、前回話したそのいじめの定義に基づいて、まあ、発生したか、まあ そ, ね、それが認知して認知っていうのはどうなのかなって思ったんですよね。まず発生と認知の違いってどういうところかなと思いましたけど、まあ、まずどれが 発生はもう明らかに見えてることだと思うんですけど、そうですね、認知ってどうなの、認知だって簡単に言ったら見て見ぬふりした可能性もある事件もあるってことでしょ、まあ、そうなりますよね。実際この17年度はその発生件数が347件合計で、で18年度認知件数に切り替わってから784件、そうですね、倍以上ですね。でこの平成12年度から平成23年度の中で一番高いということでですね、特に18年度19年度784件と、776件ということで、ねえ、でここ近年は21年度に446件まで減少したんですが、そこからまた上昇傾向ということで、ね、何かあったんですかね、どうですかね、またどうここ数年、うん、2、3年、ね、いじめに対しての、そうですね、こう事件が全国である中でまたちょっとこう、うん、いろいろと調査していく中で見えてこなかったいじめも見えてきたことかなと思うんですけどね、どうしても。やっぱりこう見てみると中学生が多いのかな、多いですね。で続いて、まあ、意外と高校ではなくて小学生が多いという、ね、小学校の方が多い、ね、小学校の方が多い、高校になるとまあ2桁台まで、なんか2桁台だからっていうのはどうかと思いますけど、まあ で, すね、でもなんかね少ない感じが、一番新しいデータ平成23年度のデータだと合計で506件、そうですね、でその内訳が小学校231件、はい、中学校215件、高等学校56件、特別支援学校4件とか、うん、で半分近くがもう中学校
そうだね、または小学校で、そうですね、ということで、もう過半数小中で占めてるということで、でまたもう一つその、まあ、もっと詳しく学年別、学年別の内訳ですね、すみません、ちょっとペーパーノイズが入ってしまいましたが、いじめの認知件数の学年別内訳ということで、ああこうやって見るとまた違うな、これが、平成23年度のと22年度かの2年間の学年別内訳ということで、でもやっぱり突出してグラフが伸びているのは中学校1年生より、ほとんどを占めてる感じがするもんね。そうですね。で高校に入るとやっぱり総じて減少傾向が強く、そうだね、こう見ると小学校 1,2,3 に関してはなんかこう、僕の感じ本当にいじめなのかちょっと分かりづらいんですけど、いじめというよりはなんか喧嘩、まあ、僕らの時代って、僕のね小学校ではなんかいじめというよりは喧嘩はイメージで、こう見るとグラフで見るとなんかそんな感じが分かる。そうですね、小学校4年生だったら急に上がるんで倍になるんですよ。小学校このデータでいくと平成23年度小学校3年生の認知件数が25件に対して4年生になると52件と倍に倍になるんだ、上がるということで、何があるんだろうね。そうですね、で、まあ、小学校4年生52件に対して中学校1年生では108件ということで、またそこで、倍近く。何があったんだろうね。てか何があるんだろうね。どうなんですかね。やっぱり大きくなって人間関係というものが変わる頃が境目になってるのかな。小学校4年生、あと中学校1年生だとまたね、環境とか変わるしね。変わってね。小学生と中学生だったらね、自分たちもそうでしたけど、意識的にちょっとやっぱ違いが、そうですね、行動範囲とかも広くなってきて、で、まあ、中で、ね、はい、広島市に関してはね、選択制、そうですね、中学校は中学校選択制なので、だからこう本当になんかね、多分昔の学校なんかは本当に昔の学校なんかって言って昔ねこう生きてた人たちのこの学校っていうのが本当小学校行ってそのまま同じように中学校行ってで高校行ってっていうのがあったから、なんかこう、少ないのかなっていう感じで、やっぱり最近はこう選択制で、僕もね本当だったらまあすごい近い学校、まあ、普通に考えたらまあ近い学校じゃないですか。でもちょっとこう新しい出会いを求めてというかね、こうということでちょっと違うが、普通だったらまあ何て言うんだ、その小学校に行った子が行くようなところじゃないところに行くっていうことをしたんですけど、やっぱりこうそう考えると、なんでいろんな学校小学校の子がこう合同で集まってくるから、やっぱりこう人間関係っていうのはやっぱり変わるんだよね。やっぱりそうですね、中学校1年生、まあ、でも中学校のあたりが高いですね、小学校の高学年から、高校3年生になるともう23年とは2件のみということで、まあ2件いじめがあるという実情もあるわけですが、こう中学校1年生をピークにこう本当に山みたいになって下がり始めるという、でまあ中学校3年生高校1年生の間がねちょっとこう高いのはやっぱりそういうさっきの話じゃないけど環境が変わるっていう意味で、ちょっとこう人間関係のバランスが崩れるのかなっていう、そうですね、というわけで、まあ、認知件数について話してるんですけども、他にもねその、まあ、認知件数ばっかり喋っててもあれなので、まあ、次に行くんですけども、まあ、その認知件数が認知されたってことですね、認知されたで、そのね、発見のきっかけ、どうしてそのいじめが行われてるかという、なんかわからないことでもないね、この資料を見る限り。そうですね、平成23年度にのデータで見ると学校の教職員が発見したのが 29.2% とわずか3割で、一方逆にその学校の教職員以外の人間からの情報によりが
70.8%、うん、ということで、まあもう圧倒的に学校の外部からの、うん、そうですね、学校の教職員以外からの情報の方が多い。でその中がで、まあまずは学校の教職員が発見した場合のその内訳ですね、内訳がまあ学校の担、まあ、学級担任が発見する。で次にそのまあ学校そのね学級 の, その担任以外の教職員、例えばまあそのね先生だったりとか、まあ、スクールカウンセラーだったりとか、まあ、学級の担任以外ということで、あとはね養護教諭が発見したとか、うん、あとは相談員がとかアンケート調査によりっていうのもあります。一番多いのは学級担任が発見というのが 15.4%。 でも発見したからといってこう必ず解決にはまあそうですね、繋がりにくいっていうか、まあ最近のねニュースなんか見てもねちょっとねこう本当先生たちを悪いって思っているわけじゃないんですけども、こうね事件の内容とかねこうニュースで見ていると、うん、発見したけどなかなかこう解決までっていうのが難しい。そうですね、うん、発見してもねやっぱりね人間関係っていうのはねいくらね教職の先生教員だっただろうとはいえちょっと難しいところでは、まあそうなりますよね、本当に単純なものじゃないので、うん、難しいかなっていう。で学校の教職員以外からの情報による発見というのが内訳で、うん、一番これは本人からの訴えと、うん、当該児童生徒の保護者からの訴えっていうのが圧倒的にやっぱり多い。多い。でこれも一応これ小学校中学校高等学校特別支援という形で分けてあるんですけど、データが、うん、本人からの訴えで多いのは高等学校、うん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 、小学校の生徒でとか中学校の場合は保護者からの訴えの方が多いということ、うんうん、やっぱりそれも違いがやっぱりそうだね、特にやっぱり本人たちからの訴えというのが一番大きいのがここを見ても分かるし、まあ一番はあれですよね、本人からの訴えってことはやっぱりまあ一人一人の子をちゃんと見てあげるというか、そうですね、まあ、まあこの先生だけじゃなくて本当に地域の皆さんとかね本当にこう全体でこういじめがなくなるゼロを目指してということでやってほしいなっていうのはあるんですけど、うん、これ見る限りな本当にですね、やっぱりなんかこうねニュースとか見てるとなんかちょっと怪しいんじゃないかっていう、なんかこう事件とか起こるじゃないですか、いじめなんじゃないかみたいな。でもやっぱりこれ見る限りやっぱりアンケートとかなんかそういうねなんかこうみんなから聞いてみるっていうのが果たして正しいものなのかっていうのはちょっと疑問が出てきますよね。そうですね、一概にそういう方法で調べるのが正しいのか、うん、で他にも児童生徒本人を除くっていうことですね、うん、本人を除く児童生徒からの情報だったり、うん、本人の保護者を除く保護者からの情報、うん、そうだね、でまた地域住民からの情報、学校以外の関係機関、まあ例えば、まあ、相談室だったりとか、まあそうですね、まあ本当にそういうクラブとかがあったらそういうところなんでしょう、あとはまあその他匿名によるまあ投書なんです。まあでもこれはもうごく稀に、うん、稀っていう感じで、地域住民の情報というのは項目はあるんですけど 1.2% と、うん、決して多くはない。まあ先週もありましたね、うん、あの学校だけでそういうのを、うん、そうですね、じゃなくて地域社会で ね、そうですね、家庭でも、家庭でもっていうのも私、まあ、社会でもっていうことで、ありましたけども、なかなかやっぱり、うん、でも現実はそういうふうには生きにくいところも、うん、本当に昔の多分そのつながりの社会であったら、
まあ、またこの地域住民の情報っていうのは比率が変わってくるんでしょうけど、うん、やっぱり最近ね核家族になったりとかこう、ね、どうしてもこう地域のみんなとっていうかね住人とこう触れ合う機会が少なくなった、うん、僕らのって言ったら本当、まあ、10年前ぐらいか10年ぐらい前に僕自身もこの、まあ、地域のその子ども会とか、多分この安佐南区にもあると思うんですけども、ね、そういうねこうみんなとこう触れ合える機会が多かった。でも最近ねなかなか聞かないよね。そうですね、うん、多分あるんだろうけどこう全員が全員っていうかねこう町全体でこう子どもたちをこう、ね、楽しませてあげようとかこう、ね、触れ合う時間を増やしてあげようっていう機会がだんだん見守るっていう機会がねだんだん少なくなってきたかなっていうのが、はいね、ありますね。ちょっと話がそれた感じがあるんですけども、まあうん、ちょっとこう考えるとそうかなっていう。でそしてきっかけの次ですね、うん、騒音の状況でまあいろいろあるんですけどもやっぱり担任の先生に相談するのが大きいのだよね。そうですね、一番多いのは 37.4% で学級担任に相談で、まあ、他にの先生だったりとか養護教諭でスクールカウンセラーで、まあ、学校以外の相談機関という順番でありました ね。なんか自分たちの頃もあの名刺のね紙のサイズでチャイルドラインとかって、うん、ありましたね。これがでもこのような形で学校以外の相談機関に相談するというのが比率で言えば 1.6% 少ないね。これやっぱり何なんですかね、なかなか相談しづらいですかね、うん、どうしてもやっぱり身近にいるやっぱり担任の先生だったりの方がやっぱり相談しやすいのかな、でまたこの、まあ、学校以外ということでまあ保護者とかねあるんですけども、保護者家族等に相談で順番で友人に相談で地域の人に相談で誰にも相談してないっていうところにね。そうですね、誰にも相談していないが合計のそのデータでいくと 4.6% 多いよね。20人に1人はもう相談しないで抱え込んでると、うん、だってその学校以外の相談機関の方が低いんだもん。そうですね、でスクールカウンセラーのねあの相談員に相談するのにも 3% なんで、そう考えると本当に相談してない人が多いんだなっていう。であとこれもあれ、まあ、ちょっとデータの中にあるんですけど、その小学校からこう中学校高等学校というふうにデータが分けられてるんですけど、うん、学級担任や教職員に相談するという割合は小学校から学年がどんどん上に上がるにつれて上昇しているに対して、保護者や家族等に相談するのが逆に少なくなっているというと、小学校から学年をごとに、なんでなかなかこう大きくなるにつれて親やその家族に相談できずに、こう担任や教職員にこう相談をするという、なんかいいことなのか悪いことなのかよくわからないですけども、まあね、自分たちもそうですね、いじめのことに限らずですよ、例えば学校でいいことがあったとか話をするのもあんまり、うん、もう大きくなるとね、大きくなるとそういえばそんなに多くしなくなったなっていう、うん、そうだね、まあいいことは確かに言うかもしれないけど、なんか悪いことっていうかね、本当になんかだんだん気持ちが変わってくるんだろうね、うん、特に小学校中学生になるとね、この移り変わりがすごい激しい。まああの、うん、リスナーの皆さんも経験があるかわからないですけど、うんね、帰ってきて結構普通にカバンの中とか見てますもんね、ランドセルの見てないです、うん、なんか連絡ノートとかも普通に見て、うん、あった合宿大震災っつって、うんね、で、うん、高校になってからカバンの中ね開けられて、ちょっと待ってくださいっつってやめてって言って、何がやそう、別にやましいことないんだけど、ないんですけど、なんかこう自分のプライベートを見られるのがあんまり好きじゃない感じが、まあ、なんか分かると思うんですよ、リスナーさんの皆さんも。これは皆さんもし分かるという方があればお便りなどでも、そういうところどうかな、心の変化も出てくるのかなっていう、うん、そんな感じがあるね。
まあこうやって今回見ていったわけですけども、こう見るとね、やっぱりなんだなんだ、心の変化っていうのが大きく変わってんのかなっていう、ね、まあね、まあ次回はもっともっとそういうの、まあね、いじめの何だっけ、いじめって言ってもね、単にいじめって言ってもいろんなね、そうですね、形とかがあるので、まあその方とか見ていったりとか、まああとはね、その発見のポイントですね、まあ一概にもうね、これが正しいとは言えないですけども、まあこういうことがあったらちょっと疑ってみるのもいいんじゃないかなっていうのがあると思うので、またね、これがねたくさんありますね、こうやって。そうですね、先に資料を今、ね、読ませていただいてるんですけど、そうですね、まあそういうのも紹介していけたらなと思います、はい、リンクトゥーライフ、命をつなぐ思い。リンクトゥーライフ、命をつなぐ思い、そろそろお時間となってまいりました。なんかキーワードとしては今回心の変化っていうのが、そうですね、なんとなくこうつかめた感じがあります。なので次回もね、このいじめについてどう思うのか分かりませんが、こう2人でね、こう議論していきたいなと思います、はい、というわけでね、まあ、このリンクトゥーライフでは皆さんからのお便りをお待ちしております。今回の放送を聞いて、まあ、こう考えてるであったり、うん、例えばね、それを防ぐための支援をされている方、うんうん、もしおられましたらどのような感じでまたされているのか、お話をね、うん、聞きたいね、お伺いしたいので、ぜひお便りの方、はい、よろしくお願いいたします。というわけでリンクトゥーライフ、命をつなぐ思い、お時間となりました、まあね、次回もこのね、いじめについてのテーマでお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします、はい、お願いいたします。本日パーソナリティを務めさせていただいたのは、広島経済大学経済学部メディアビジネス学科1年、岡野光平と、同じく広島経済大学経済学部メディアビジネス学科1年、柴田明がお送りいたしました。それでは次週もね、このお時間にお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。